皆様こんにちは。ゆっくり霊夢です。皆様こんにちは。ゆっくり魔理沙です。本日もご視聴いただき、ありがとうございます。前回はうぷ主初の解説動画、トヨタ AA 型の解説にお付き合いいただき、ありがとうございました。トヨタ自動車が設立される前史と、トヨタ初の乗用車開発物語だったわね。まさか戦前に、トヨタであんな車が作られていたとは知らなかったんだぜ。うん。トヨタ AA 型乗用車は、当時世界最先端の技術を取り入れて設計された車なんだけど、残念ながら、現在では車好きの方にしか知られてないと思うのよね。でも今日紹介する車は、日本人の多くが、トヨタといえばこの車、と思い浮かべることのできる車よ。なんだろう？トヨタといえばこれ、という車はいろいろあるけど、乗用車といえば、クラウンかな？そう。今日のお題は、初代クラウンの開発物語です。前回の AA 型の最後でも、少し触れていたな。今回は、戦後トヨタが発売した初の本格的乗用車、トヨペットクラウンのお話です。まずは、トヨペットクラウンの概要を、簡単に解説します。トヨペットクラウンは、1955年に発売された、日本初の本格的な純国産乗用車です。純国産って、どういう意味なんだ？うん。当時は日産、イスズ、日野、三菱といった国内各メーカーは、外国のメーカーと提携して、提携先のメーカーから送られてきた部品を組み立てて自動車を生産する、ノックダウン生産、をしていた時期なんだけど、トヨタは外国のメーカーと提携せずに、独自で乗用車を開発したのね。また、クラウン以前の乗用車では、シャシーをトラックと兼用していたんだけど、クラウンでは、乗用車専用のフレームを用意した。これにより乗り心地を大幅に改善したので、クラウンは日本初の本格的純国産乗用車と言われているわ。なるほど。車両のサイズは、全長 4.3 メートル、全幅 1.68 メートルと、当時の小型車枠いっぱいのサイズに、これまた小型車枠いっぱいの 1500cc、48馬力のエンジンを積んでいた。現在でいうところの、5ナンバーサイズいっぱい、というところかな？そうね。現在なら、3ナンバーになってもさほど維持費に変わりがないけど、当時は小型車枠を超えると、自動車税や物品税がとんでもなく高くなったのよ。前回の AA 型乗用車では、アメリカ車のシボレーやクライスラーを模倣していたけど、このサイズのアメ車はないよな。今回は、模倣じゃなくて自分たちで設計したから、純国産ということなのかな。それでは、そのあたりの開発の歴史を、順に辿っていきましょう。1952年1月4日、トヨタ自動車車体工場の中村健也次長は、豊田英治常務に呼ばれた。げげ、突然の呼び出しは怖いんだぜ。この当時、中村次長はたびたび重役室に出入りしていたから、いつも通り軽い打ち合わせだろうと考え、重役室に足を運んだ。そこで豊田常務から、トヨタ自動車初の本格的な乗用車を開発するから、そのプロジェクトの責任者になってほしい、と言われたのね。これが初代クラウンプロジェクトの始動であった。ここで、登場人物のご紹介なんだけど、まずは豊田英治常務。この方は、トヨタ自動車の実質的な創業者である、喜一郎さんのいとこにあたり、喜一郎さんの後継者として、技術部を統括していた。そして、中村健也次長。こちらは通称、車体工場の暴れん坊、と呼ばれていた生産部門のエンジニアで、この当時38歳。車の設計には無縁の部署にいるエンジニアを、新車開発に採用するという、異例の人事であった。設計部ではなく、生産部門の人を、新車開発のトップに据えたのか。どうしてそんな変わった人事になったんだ？この当時、トヨタ自動車ではトラックの生産が主流で、乗用車はトラック生産の片隅で、月産数十台程度が細々と作られているに過ぎなかった。また、わずかに作られる乗用車も、トラックのシャシーを使っており、乗り心地はとても乗用車と言えるレベルではなかった。日本ではトラックだけを作り、乗用車は外国から買えばよい、と多くの日本人が考えていた時代だったし、トヨタの社内ですら、そんな考えを持つ人が多くいた。中村次長はかねてから、それではダメだ、もっと積極的に乗用車を作るべきだ、と主張していたのね。それで、新車開発の責任者として白羽の矢が立ったのか。そういうことね。でも、さすがにこの人事には、中村さん本人も驚いたそうよ。普段からの主張が通ったわけだし、未経験の新車開発の責任者に、いきなり抜擢されても、断りづらいよな。かくして、新車開発はスタートした。
中村次長には、これまでなかった、司サ、という肩書きが与えられた。司サは、縦割り組織を超えて、新社開発のために、他の部署の人を動かせる権限を持っている。この解説でも、ここからは中村司サと呼ぶわね。それで、新社開発がスタートしたわけだけど、まずは新社のコンセプトを決める必要があった。そこで中村司サは、全国にあるタクシー会社に聞き取り調査を実施した。当時の乗用車は、多くがタクシー向けの需要だったからかな。うん。当時日本を走っていた乗用車の、3割がタクシーだった。車のデザインは、アメリカンタイプが良い。モノコックより、フレーム付きが好ましい。ガラス面積は、大きい方がいい。ドアは、観音開きが良い。車内を丸洗いする際、水はけが良いようにフロア中央部を高くして、フロア端まで緩やかに傾斜がついていること。など、細かな要望が出された。意見が分かれたのは、サスペンション形式。従来通りのリジットアクスルを支持する人もいれば、独立タイプを支持する人もいた。中村司サは、営業車には独立タイプだと耐久性が不安なので、リジットアクスルを支持する声が多いが、乗り心地の良い独立タイプの方が将来性があり、チャレンジする価値があると見ていた。ユーザーの要望を丁寧に拾いつつ、技術的な課題も洗い出していったんだな。こうして、新しい乗用車のコンセプトを決めて行きつつあったんだけど、中村司サはいつまで経っても一人で行動していた。不安に思った豊田常務は、設計課の長谷川係長をアシスタントにつけることにした。長谷川係長は、戦前戦中は立川飛行機で、B-29 を迎撃する戦闘機、機-94 の設計チーフを務めるなどしたエンジニアであった。すごい人をアシスタントにつけてもらって、心強いな。うん。そしてこの二人、キャラクターが対照的なのね。中村司サは度胸があり頑固で、博識でよく勉強していたため、こうと決めれば、何をどう言われても頑として動じなかった。そして、人の理解を得ようとすることに、さほどエネルギーを使わなかったそうよ。対する長谷川係長は、博識でよく勉強している点は同じだったけど、目標に向かってきちんとスケジュールを立てて、現在の状況を確かめながら、各所の調整や協力を得つつ仕事を進める。お互いに補い合うことで、いい仕事ができたのかもしれないわね。開発のストーリーって、人間模様を見るのも面白いんだぜ。さて、新車のコンセプトを決めたら、それを具体的な形にする必要があった。ボディのデザインを決めるということかな。そう。新車のデザインについては、贅沢に自分を着飾り、拡張があるものにしたいと中村司サは考えていた。第一印象が格好良ければ、あれこれ説明しなくてもお客さんは選んでくれるだろう、というわけね。さっきのタクシー会社の要望によると、デザインはアメリカ車タイプが好まれるようだけど。1950年代のアメリカ車は、テールフィンと呼ばれる装飾がどんどん大きくなったりと、ケバケバしいものだった。中村司サは、アメリカ車そのままのスタイリングは、日本には馴染まないと考えた。デザインを担当した岩田さんは、中村司サの意向をよく汲み取ってデザインを練った。そしてこれは、中村司サのこだわりなんだけど、新車開発は失敗が許されないとして、実物大の板金モデルを4種類製作した。すごい、粘土じゃなくて、鉄板を叩いて作ったのか。今と違って、腕のいい板金職人がいたからできたことなんだけど、5分の1スケールの粘土モデルで済ませていた当時としては、極めて贅沢な手法だったわ。このプロジェクトが、いかに重要であるかがわかるわね。完成した板金モデルは車体工場に並べられ、最終的にヨーロッパ風なスタイルが採用された。あれ？アメリカ車タイプじゃなかったのか。うん。あくまで、全体的な雰囲気はヨーロッパ風にシックなものにして、ところどころにアメリカ車のアクセントを入れることにしたのね。それぞれのいいところを取り入れつつ、日本に合うデザインへと磨きをかけていくわけだな。そして、ボディを乗せるためのフレームなんだけど、これは乗用車専用として設計されている。これまでは、トラックのフレームを流用していたんだよな。うん。トラック用のフレームは、ボディを仮装した際にどうしても腰高になる。これでは、競合するノックダウン生産の競合車と比べられた時、デザイン面で不利になってしまう。トラックのフレームは、プレス機で鉄板を、この字、に曲げただけのものだった。クラウンでは、この字、に曲げた鉄板を、上下でサンドイッチする構造を採用した。なるほど、これなら、曲げにもねじりにも強くなるな。この方法を取ることで、剛性を取りつつ、フロアを下げることができる。製作には高い精度が求められるものの、プレスと溶接が1回で済み、溶接による歪みを修正するための、プレス工程を省略できた。
フレーム全体をプレスする、歪み取りのプレス方は非常に高価なので、これを省くことで、かなりのコストダウンにつながった。加えて中村氏は、このフレームを作るためのスポット溶接機の開発まで行っている。すごい。フレーム製作工程のアイディアは、さすが生産部門のエンジニア、という仕事ぶりだぜ。しかも、溶接機まで開発するとは。もともと中村氏は、溶接に詳しいことが理由で生産部門に配置された、という経歴があったのね。スポット溶接機の先端は、銅合金でできているんだけど、圧力をかけて1万アンペア以上の大電流を流すので、50回も使えば先端を磨き直す必要があった。これを消耗しにくいように改良し、低コストで使えて、しかも軽量なスポット溶接機が出来上がった。出来栄えについては、滅多に人を褒めないという豊田常務が、大層褒めたそうよ。さて、シャシーとともに、車の土台として大切なのはサスペンション。乗り心地と耐久性を両立するのは大変そうなんだぜ。特に、この頃は悪路ばかりだったんだろう。この当時の日本は、国道、県道でさえ、舗装率はわずか 5% 程度だった。前後ともリジットアクセルが常識とされていたけど、中村氏は、前輪にはウィッシュボーンタイプの、独立懸架サスペンションを採用することに決めた。不安とか反対意見はなかったのかな？車内でも、耐久性を不安視する声は大きかったんだけど、ウィッシュボーンタイプにすれば、乗り心地が良くなり、操縦性も向上する。加えて、エンジン搭載位置を100ミリ程度下げることができるので、車全体の重心が下がる。中村氏は、本格的な乗用車に仕上げる上で、独立タイプのサスペンションは不可欠と考えていたのね。独立タイプのサスペンションを採用するのに、迷いはなかったんだな。とはいえ、独立タイプのノウハウを持っているはずもなく、オーバークオリティになるのを承知で、車格の割にかなりしっかりとした部品を作り、走行試験を重ねて、耐久性を確保していった。リアサスペンションは、リジットアクスルなのか？うん。リアサスペンションは前に追従するだけなので、特に独立タイプにする必要はないと考えられた。でも、乗り心地を良くするには、前後のバランスを取ることが肝心。リアは板バネを3枚とした。それってすごいことなのか？当時は板バネを5枚以上重ねることが常識だったんだけど、枚数が多くなると、バネ間の摩擦が増えて乗り心地が悪くなる。理論上、3枚のバネが最も乗り心地が良い、と導き出されたのだけど、3枚のバネで走ると、当時の悪路では5000キロ程度の走行で、バネが折れてしまった。たった5000キロで折れちゃうのか。当時板バネは消耗品と考えられていたのだけど、それでも5000キロで折れるのは早すぎた。なんとか強度を持たせるため、バネ先端の形状を工夫したり、ショットピーニングという、細かな鉄球を打ち付けてバネを鍛える加工法を開発した。そして最終的には、5万キロを走破する3枚バネが出来上がったのよ。いろいろな困難を乗り越えて、ボディ、シャシーや、サスペンションの開発が進められたんだな。うん。とてもこの動画だけでは伝えきれないほどの、苦難や努力を経て、次第に形になっていったのよね。さて、少し長くなってしまったので、ここで一旦区切りとさせていただきます。あんまり動画が長くなると、眠くなっちゃうからな。次回は、エンジンの開発、テスト走行。急遽開発された姉妹車種と、いよいよ発売されたクラウンのその後を、お伝えしたいと思います。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。